シュタイヤーマルク州はオーストリア共和国を構成する9つの連邦州の一つである。州とはグラアーツで自動車生産でも有名な都市である。州内の人口は約121万人で面積16,392平方キロメートル。州の紋章は銀氷。鉄資源が豊富で鉄工業が盛んなため、鉄の辺境地とも呼ばれている。 1056年に辺境白となったオットカル一世の出身地がシュタイアーであったことに由来する。ドイツ語のマークは辺境地、国境地、境界地を意味する。シュタイアマルクはドイツ語で、フランス語ではスティリー、英語ではシュッティエリア、スロベニア語ではステジャースカという。なお、この地方で話されるドイツ語方言はスタイリスッチと呼ばれる。日本語の表記は シュタヤーマルク州。他に、表記揺れとして、以下のような例がある。北で、ニーダーエスターライヒ州及び、オーバーエスターライヒ州と、東で、ブルゲンラント州と、西で、ザルツブルク州と、南西で、ケルンテン州と、南でスロベニアと接する。州の北西部は上、シュタヤーマルク、グラーツより、西は西、シュタヤーマルク、グラーツより、 東は東シュタイアーマルクと呼ばれる。また、第一次世界大戦以前は、シュタイアーマルク州に含まれていた、スロベニアのシュタイエルスカ地方は、シタシュタイアーマルクと呼ばれていた。カボチャの種子を原料とした、食用油であるパンプキンシードオイルを得るためのカボチャの産地として知られる。オーストリアで唯一現存するローマ時代の墓、グラーツウムゲイブング軍のゼルディア派にある。 現在のシュタイアーマルク州に人類が住み始めたのは旧石器時代にまで遡る。ローマ化される前にははじめイリュリア人が、ついでケルト人が住んでいたが、紀元前後にローマ帝国に征服された。ローマ帝国は西側にパンノニア族州、東側にノリクム族州を設置した。ゲルマン民族の大移動によって西ローマ帝国の統治を離れた後、6世紀には、 スラブ人によるカランタニア広告が成立した。797年にカール大帝はこの地を征服してフランク王国の支配下に組み込んだ。これ以降バイエルン人による植民が始まり、キリスト教家が進んだ。10世紀にはマジャール人の侵入を受けるが、東フランク王夫一世はレヒフェルとの戦いに勝利し、さらに東方への備えとしてケルン天皇領内に シュタヤーマルク編教博を置いた。シュタヤーマルク編教博は、オタカール家が世襲し、1180年には新生ローマ、皇帝フリードリヒ2世によって独立した皇領へ、昇格させられた。しかし初代、シュタヤーマルク公オットカル4世は、ハンセン病にかかり、後継者が見込めなくなったため、バーベンベルク家のオーストリア公レオポルト5世との間に、 レオポルト5世の息子フリードリヒに行為を継承させるというゲオルゲンベルク協定を結んだ。以後、シュタイヤーマルク公はわずかな例外を除き神聖ローマ帝国の滅亡までオーストリア公が兼ねることになる。1379年のノイブルク条約でハプスブルク家世襲領がアルブレヒト3世とレオポルト3世で分割されるとシュタイヤーマルク公領は レオポルト3世が継承したうちオーストリアの中心となり、グラーツは宮廷所在地となった。15世紀から16世紀には20回にも及ぶオスマン帝国の攻撃にさらされ、また同時期の対抗改革により領内のプロテスタントが追放されたため、シュタイヤーマルクは著しく荒廃した。1804年にオーストリア帝国が成立すると、 シュタイアーマルクもそれを構成する州の一つとなった。第一次世界大戦に敗れたオーストリア・ハンガリー帝国はパリ講和会議の結果民族自決に基づいて解体された。かつてのシュタイアーマルク州のうち南半分はサンジェルマン条約によってセルブクロアートスロベーン王国のシュタイエルスカ地方となった。1938年にナチスドイツはオーストリアと合邦し、 ブルゲンラント州南部と合わせて、シュタイアーマルク帝国大管区を設置した。さらに、第二次世界大戦中の1941年に、ユーゴスラビア王国をナチスドイツが占領すると、1920年以前に、シュタイアーマルク州だった部分をシュタイアーマルク帝国大管区に加えられた。敗戦後、シュタイアーマルク州は、イギリスの占領下に置かれた。 なお南部は再度分割され、ユーゴスラビア共和国領を経て、現在はスロベニア領となっている。1955年にオーストリアは連合国との間にオーストリア国家条約を調印して、独立を回復した。シュタイアーマルク州では1970年代以降、西部の工業地帯が萎縮する一方、伝統的に農業地帯だった東部で工業化が進んでいる。また、 リヒテンシュタイン家の資料が多いことでも有名であり、リヒテンシュタインの全国王であるフランツヨーゼフ2世は、州南部の居城で誕生している。グラーツにある州議会議事堂。16世紀にルネザンス建築様式で建てられた。シュタイアーマルク州議会の定数は56議席である。長くオーストリア国民党の画像であり、1945年から、 第一党の座を守り続けていたが、2005年の選挙では、スキャンダルもあって、議席を減らし、オーストリア社会民主党のフランツ・フォーフェスが、州首相に就任した。この選挙では、オーストリア共産党が35年ぶりに当選者を出す一方、オーストリア自由党が7議席すべてを失うという、波乱も起きた。2010年の衆議会選挙では、SP が23議席。 VP が22議席、FP が6議席、KP が2議席、緑の党が3議席をそれぞれ獲得した。2015年の衆議会選挙を控えて、フォーフェスは最終投票結果において、SP の得票率が30%以下であった、場合には辞任すると公言した。その結果、各会派の議席数は、SP が15議席、VP が14議席、 FP が14議席、KP が2議席、緑の党が3議席となり、フォーフェスは辞任、VP のヘルマン・シューチェンヘイファーが、州首相に就任した。第一共和制での州首相と、その在任期間は、以下の通り。ナチスドイツが設置した、シュタイアーマルク帝国大韓区の帝国、大韓区指導者と、その在任期間は、以下の通り。第二共和制での州首相と、 その在任期間は以下の通り。シュタヤー・マルク州は以下の12の軍に分けられる。軍は自治体ではなく行政事務を処理する州の出先機関である。また、州都のグラーツは軍に属さない検証都市に指定されており、軍の業務も独自に処理している。また、シュタヤー・マルク州には287の基礎自治体がある。このうち35自治体が市。 122自治体が町に指定されている。下マルク州の軍及び、検証都市の区分、2020年会1、序盤ヨーロッパラウンドの日程が正式決定。7月5日、開幕、10週に8戦の超過密スケジュール。オートスポートウェブ、2020年7月6日閲覧。2020年会1、イギリスとオーストリアでの2戦目は、70周年、記念 GP と、 シュタイアーマルク GP の名称に、オートスポートウェブ2020年7月6日閲覧。ありがとうございます。